ちゃんが生まれるわ。大丈夫よ、深呼吸して、ちょっと待っててね。おめでとうございます。可愛い女の子よ。手伝ってくれる？ただいま、私の赤ちゃん。どうしたの？今にも生まれそうなの。ちょっと待っててね。呼吸、呼吸、押して。スッと出てきたわね、女の子よ。はあ、疲れたわ、赤ちゃんがいっぱい。赤ちゃん抱っこしたいんだけど。もちろん。あれ、どっちだっけ、この子？うん、まあいいか。ありがとう、かわいい。よし、ママのところに戻りましょう。やっと。ありがとう、私に似てかわいい。いたいた、朝ですよ。あ、でもまだ眠いわ。学校の時間ですよ。やだ、嘘でしょ。起きて起きて、まだ寝たいの。起きて、もうイライラする。やったわね。もしもし、今すぐお願い。なるほど、了解。仕事の時間だ。つまらないな。それでね、何かご用？来てください。駐車違反したからなの？払おうと思っていたのに。変なの。ここはどこ？一体何？うるさいんだけど。はい、どうもありがとう。もちろんです。いい人ね。額には容姿と忠誠心が含まれていて。綺麗になったママ。おはよう。髪の毛手伝ってくれる？もちろんよ、ママに任せて。ありがとう。公務代わりになってよかった。いつもと違う髪型がいいな、ツインテールとか。ナイスアイディア。そのままじっとしていてね。え、ママ掃除機が便利なのよ。どう？わあ、ママ素敵、最高。娘のためだったら何でもやるわ。楽しんでおいで。美容師になろうかな。学校に行かなきゃ。本にカバンに。え、一体何？あ、なんかこれじゃ使えない。あ、ママ。あの袋使えるかも。多分ね。ママ、それ使っていい？これ？いいけど。ありがとう。何をするのかしら。リュック代わりに使おう。全部入るかな。よし、行ってきます。何かがおかしい。あ、靴ひもか。結ばなきゃ危ないからね。美しいゴミがたくさんあるな。やった、これで学校に行ける。私のカバンはここにあったのに。嘘でしょ、返して。私ったら今日も素敵。カバンもね、かわいい。もう行かなきゃ。今日のファッションいい感じじゃない？カバンは全部使っちゃった。どうしよう。あ、そうだ。はい、新しいカバンです。ありがとう。僕が選びました。では。可愛いといいな。羊、首にしたくないし。ダッサい。これはどうかな。素敵、
完璧ね。学校に行かなきゃ。新しい美容の習慣取り入れたいな。このフェイスマスクやってみたかったんだった。試してみよう。これなんかどうかな。綺麗になれ。気持ちいい。あと少し。いい感じ。サラダに入っていたキュウリを乗せたら、あとは待つだけ。完成。肌がツルツルになった。うん、爪もどうにかしたいな。色が欲しい。あ、これママの絵の具。マニキュアは必要なし。いくよ。この色合い綺麗。爪を塗るだけで気分が上がる。かわいい。やったね。足の毛も剃らなきゃ。とりあえず抜こう。ちょっと痛いけど。痛い。ちょっと時間がかかったわ。次からはワックスにしよう。よく眠れたわ。あ、もう美容の日？もしもし、スパをお願いします。今日は私だけの時間。どうぞ。これお願い。エクセレント。あとは私たちにお任せください。はあ、最高。私だってスパに行きたい。次はアイマスク。いい感じ。マニキュア似合いますね。いた。気をつけて。すみません。嘘でしょ？私、ちょっと間違えただけなのに。もうこの仕事嫌い。見てるわよ。お好きにどうぞ。次はワックスをつけますね。ちょっと痛いかも。準備はいいですか？ちょっと待って。はい、終わり。簡単ね。それに足がすべすべ。さすが私。どうもありがとう。わあ、優しいのね。ありがとう、また来月。お金持ちって最高。ピクニック、ここでどう？いいと思うわ。タオルを敷いて座りましょう。あったかい。このままだと日焼けしちゃう。それに眩しい。暑い。大丈夫？あ、少し顔がピンクになってきたみたい。本当に？いた！ローションを出すわね。これで大丈夫。ママありがとう。出てこない。全然ダメ。ああ。いいよママ、しょうがない。何かできることはないかな。そうだ、キュウリ任せて。うわ、どうやったの？ありがとう。食べるためじゃないの。日焼けにこすってみて。ああ、なるほど。見た目は変だけど、すごく気持ちいいわ。止まりなさい。ハロー、これでどう？二人ともお楽しみください。最高。日焼け止めが必要ね。お呼びですか？やりますよ。ちょうどいい感じにね。ありがとう。さいって。もちろんです。塗る担当者をつけてもいいくらい。暑い。クールダウンしなきゃ。これでどうですか？どうも。人生って最高。お金がたくさんあったら人生楽になりますよね。皆さんはどうやってお金を使いますか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達と共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。